が忘れても納豆は忘れるな。ゆっくりレミリアよ。こちらにおわすお方こそオープン主代理ゆっくりパチュリーなのだわ。で、今回の目的は何なのかしら。北海道を漢字に行くわよ。漢字に行って、実際に行くわけじゃないわよね。勘のいい視聴者様ならもうお分かりかもしれないわね。常磐線のどこかにハワイがあるのは知ってるけど北海道。そろそろ本編に入るわよ。挨拶挨拶。ゆっくりしていってね。どこで降りるのかは教えないのね。まあいいじゃない。余裕でボックスも確保したことだしね。む？どこに行くかわからないけどとりあえず発車したわね。まあのんびりしなさいな。焦っても仕方ないわよ。あなたがさっさとネタバラシすればいいだけなんだけどね。ここで水分点とお別れね。E531系がデビューしたら土浦以北に左遷されたわ。そろそろ勝田に到着するのね。勝田駅の先には勝田車両センターがあるわよ。黒鉄色のあいつはいないかしら。いないようね。ちなみに使用している切符はこれよ。東屋一部三脚路線が連続7日間乗り放題になるやつね。原子力の村東海よ。茨城県内にある村は他に美保村があるわね。水戸から先は無料でもガラガラね。いわきまで特急だろう特急だろうと対して停車駅変わらないのにね。それは言い過ぎじゃないかしら。さてさてどうなのかしらね。どこまで来たのよ。日立市の大御駅ね。昔は日立電鉄線が日立大田市の城北大田まで伸びていたけど、あえなく廃止されたってことね。工業都市のど真ん中に突っ込んできたわね。日立駅に到着するわね。もともとは助川駅だったわよ。開業当初は日立市じゃなくて助川町だったからね。昔は日立製作所にも専用鉄道が伸びていたみたいね。ウィキ先生を見ながら言っても説得力はないわよ。観覧車？カミネレジャーランドかしら。海？あら？降りるのね。まあまあまずはお見送りしてからね。それはいいけどここは一体どこなのよ。
まずは駅前のメインストリートをまっすぐ歩いてっと。北海道を感じるなんて言ってたけど暑すぎてシャレになんないわよ。県道296号線とぶつかったら右に曲がってひたすら進めば目的地よ。何が一体北海道なのよ。上を見なさい。これは北海道を被災していると言っても過言ではないセイコーマート。北海道を感じるでしょう。そういえばうつ主北海道にいたからね。北海道といえばセコマミヨシのラーメン大賞よ。あなたニッチすぎるんじゃない。ラーメン大賞のニッチャーは北大生のソウルフードなんだから。ニッチャーって何よ。ニッチャーハンね。チャーハンといえば蓬莱のチャンダイじゃないんだ。今はないそうよ。さていろいろ買い込んで駅まで戻ってきたわ。ここって日立の二つ先の十王駅だったのね。しかしもっと都心の近くにもセコマあるじゃない。どこもかしこも駅から遠いのよ。ちなみに本州最北のセコマは高萩にあったかしら。そしてこちらが戦利品になるわ。休憩スペースもあるしここでいただいちゃいましょう。ご存知札幌クラシック。北海道限定だけど最近は北海道フェアとかでそこかしこで見かけたりするわね。正直に動産素材一部使用と記載されているわ。キリンじゃなくてセコマ印のガラナね。キリンガラナというとケンちゃんの CM 企画を思い出すわね。鼻垂れマックスかしら。ホットシェフのおにぎりも購入。店内で調理してるからあったかい食事がいただけるのよね。あとは118円パスタシリーズのナポリタンよ。元は100円だったわ。カツゲンが売っていなかったのは仕方ないかしらね。ピルクルと似たようなものじゃないの？違うわよ。ゼミー、あなたがそんなことを言うなんて。あ、はい。あら今回も E531 なのね。またボックスに乗れるのね。今度は0番台の付属編成ね。K456 って書いてあったものね。ガラガラだったからボックスも無事確保できたわね。しかし今日はずーっと同じ車両よね。一度ぐらい硬直療養中のが来るかと思ったんだけどね。まあ快適なことに越したことはないわよ。あとはガラナでも飲みながらゆったり過ごしましょうか。これはコーラと似て非なるものよね。少し薬っぽいような気もするわ。次は、モミツです。お隣の荻津に到着したわ。水戸が近づくにつれどんどん乗り込んでくるかしら。上り線の方が海岸線に近いからさっきより海がよく見えるわ。あらあらはしゃいでって。何よたまにはいいじゃない。私だってたまには誰にも気を使うことなくはしゃぎたいわよ。可愛いけど手のかかる妹に、いつも視線を感じるがメイドに、いつも画面を貪ってる門番に囲まれてるんだし。まあ私とコアは大抵図書館の中だしね。でもなんだかんだで頼りにしてるんでしょ。そりゃそうよ。直接言ってあげればいいのにね。うるさいうるさいうるさい。ほら、もう日立に着いたわよ。はいはい。勝玉で戻ってきたわ。まあ駅と同じ工程だしカットもやむなしね。どこかで見たことあると思ったらこれ81型よね。そういえば東海や東海交通事業から購入したんだっけ。クリーニング前かラッピングということはあれは元東海交通事業の200番台ね。しばらく進むと港線と分かれね。乗り換え列車ご案内いたします。終点の水戸行き先、東部、西岡、土浦、上野方面、ご利用のお客様。今度の品川行き特急日立14号、長崎線から13時27分の電車です。時は2は乗らないのよね。今使っている切符は北海道&東日本バスだからね。特急券だけでなく乗車券も買い足さないとならないわ。途中、東部から2号線、浅間、岩瀬、下館、有機方面、小山行き。また終点の新浦から上野東京連直通品川行き、それぞれ連絡がございます。
終点水戸に到着するわね。お次は土浦行きね。この時間帯だとまだ上野まで直通しないしね。乗り継ぎがスムーズならいいけどね。さて降りる準備しなさいよ。忘れ物はない？ないわよ。ゴミはちゃんと持っていくのよ。ちゃんと駅のゴミ箱に捨てるわよ。お花摘みする必要はないわね。あんたが普段私のことどう思ってるかよくわかったわ。今回の動画は以上となります。ほんの少しでも北海道を感じることができましたか？いずれ本物の北海道にも訪れたいものです。あ、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますね。いつかまた北海道に行けることを願いつつ、ご視聴ありがとうございました。